はい。どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、東洋ハイスピード鉄道のニュースでございます。えー、船橋市は20日ですね、東洋ハイスピード鉄道の東海人と波佐間の間に建設する新駅についてですが、開業がですね、2年遅れてですね、 2028年度末になる見込みと発表されたそうでございます。それでですね、その新駅なんですけど、船橋メディカルタウン構想に基づくものになるそうでございます。で、その開業が遅れた理由なんですけど、おそらくですね、その土地区などの事業が1年半ほど遅れたことが あって、それで影響が出たんではないかと見られます。これでですね、あの、東洋ハイスピード鉄道の方は、西船橋から東洋勝田大館までは、あの、1996年にね、開業したっていう形なので、もしね、これ、あの、2028年度に新駅開業となると、およそですね、32年ぶりですかね、確か。 もう30年以上ですからね。で、東洋ハイスピード鉄道が開業の時は、この2000系ではなくてね、古い1000系がね、運用してたんですよ。だからね、もうこの2000系が導入でね、1000系はもう全廃しておりますからね。まあ一番ね、もうジャカルタで活躍をしたりはしていますけどね。うん。だから、 新駅の時にはね、また新型車両になるのか、あの、まだ2000系が走るのか、どちらかでしょうね。うん、まあね、今後の新駅の様子も気になるところですね、これは。ということでですね、今回はですね、その、東洋ハイスピード鉄道の新駅が、 2028年度に開業する見込みだというニュースでございました。以上で終わります。